皆さんこんにちは、もちょと申します。今日はですね、シュボバサクソンウォリアーは日本で成功するのかっていうことをね、考察していきたいと思っております。21年産ノーザンファームでね、2頭生まれていたり、その一つ前の世代ではね、4頭もいるようですので、まあディープの後継としてね、日本での活躍もノーザンファームさんが期待してるっていうのは、まあ間違いないかなと。あのフランケルでさえもね、実績があるとはいえ、20年産は一応今の時点では2頭生産みたいですんで、まあその海外のね、商売の中でもトップ級の評価をしてるっていうのはありますよね。一応現役時代の活躍というのを振り返っておきたいと思います。お母さんメイビー、アイルランドの G1 馬ディープをつけにね、日本にやってきてくれまして、そして生まれたのがサクソンウォリアですね。その後母国に戻ってオブライエン調教師に預けられたと。まあその日本のね、商馬の期待度というのは、他のね、実力馬が揃うオブライエン厩舎の中でどの程度だったのかは分かりませんけれども、まあ2歳戦からね、しっかりと結果を出して、ヨーロッパの中でも格の高いレーシングポストトロフィー、主戦のムーア騎手を乗せて勝つっていうことでね、他にもオブライエン厩舎の馬がいる中でも、この時点ではもう一番ぐらいのね、評価を受けていたっていうのは感じますよね。でその後イギリスのね、クラシックレースの一つ、イギリス2000ギニーをですね、1馬審査以上をつけての完勝。この時はね、ムーア騎手がアメリカのケンタッキーダービーに騎乗するっていうことで乗れはしませんでしたけれども、まあ日本生産馬としては初のイギリスクラシックの勝利となりましたね。まあただこの後ね、ダービー4着3着と2400っていう距離ではちょっと勝ちきれなくて、そこから中距離折れによりシフトしたところで、まあ着順をね、少しずつ上げてったところなんですけれども、腱炎を発症いたしまして引退ということになりましたね。実際にこの後ですね、オブライエンさんやムーア騎手、もう一回ね、マイルでの走りを見たかったっていう風におっしゃってましたね。まあそれぐらいスピード能力っていう意味ではやっぱ高かったのかなと。やっぱ伸びれば伸びるほどね、ヨーロッパではスタミナ重視になってきますしね。まあただそれがね、日本だったらどうなってたかって思うと、これ意外とですね、その母チガリレオサドラーっていうところだけ見るとスタミナ寄りになってもおかしくないなと思いますけれども、それ以上にディープのスピードっていうのが、まあ、引き継がれたからこそなのかなとも思えなくないですよね。やっぱフランケルにしてもキングマンにしても、中距離マイル以下くらいでの活躍するスピードがあったからこそ日本でね、成功しているんだと思いますしね。まあですね、そういった意味ではレースぶりとかを見てても日本への適性っていうのはありそうな気配はありますよね。まあただその血統的にこのハーチガリレオっていうのがどうね、繋がってくるのかっていうのはちょっともう一回考えたくて、これ実はですね、同じディープガリレオの配合でもう商売入りしてる馬がいるんですよね。それがバンキッシュランでございます。本番もですね、お母さんヨーロッパの G1 勝ち馬で、父はガリレオ、それを輸入して日本でディープを単位付けされて生まれた本馬になりますね。現役時は G1 勝ちこそなかったものの、非常に強い勝ち方でね、青馬賞を勝利してダービーにも出走した馬。実は本馬もね、クッケーンっていうのを発症して引退、商売入りっていうパターンなんですよね。まあいろいろと背景が似てなくもないっていうところで、実際今成績出しているかって言いますと、なんと驚異のですね、中央で勝ち馬率 100% を誇っております。まあただ当選さんのプライベート商売っていうこともあって、生産頭数自体もね、少なく、まあ2頭しか出走はしてないんですけれども、まあとはいえ結構評価できる馬2頭だと思いましたね。当選番のなんかはオープン勝って、2歳ステークスでもね、重賞3着、当選キャオルっていうもう1頭も未勝利勝ち、もうこの時期に上げているわけですから、まあ、やっぱ商売としてのね、バンケッシュランも評価しないわけにはいかないのかなと思ってますよね。まあ2頭ともね、札幌と中山での勝利っていうことで、まあ、もしかしたらやっぱそのヨーロッパ適性というか、まあある程度ちょっとパワーのいるようなところっていうのも、まあ得意なところはあるのかもしれませんね。まあちょっと数が少ないんでね、一概には言えないですけれども、まあその同じディープガリレオでどう出るのかっていう意味では、まあ参考になる馬かなと思ってますね。今後も注目してほしいと思います。
ちなみに現役時のねこの配合の馬っていうのは重賞馬自体はカンタービレとバンキッシュラの2頭のみになりますかね。サンデー系の配合っていう意味では今年のビクティファルスとかも勝ってはいるものの、もうその G1 級でがっつりスピードタイプの日本馬同士のサンデークロス馬とかアメリカ系のストームキャットとかの馬と付けられた馬たちに比べると、まあ、やっぱスピード勝負ではちょっと本当に G1 級とかだとね、まあ、ちょっと差は出てるかなっていう気配は、まあ、なくはないのかなっていうところですね。でちょっとここからですね、私なりのそのサクソンオリア成功のキーポイントというか、結構これあるからメリット大きそうだなって思うのが、フランケルも一応ねそのガリレオがもう完全に直接の産駒であれだけのスピード発揮してるわけですけれども、まあそれはですね前の動画でも言った現役時代の、まあ、能力自体がすごすぎて血統カバーしたんじゃないかっていう話もしましたけど、まあそれはもちろんあるものの、それプラスでこのデンヒルの血がいい傾向を生み出した可能性もあるのではないかっていう意見もあるんですよね。このデンヒル自身も当然ヨーロッパの G1 馬ではあるものの、日本でもねファインモーションとか G1 馬を輩出してるんですよね。他エアエムニムとかブレイクタイムとか、まあ今と時代は違えどヨーロッパの血とはいえスピードがあるタイプっていうのはまあ感じられるかなと。でこのサクソンウォリアー戻すと、このお母さんの方にですね母父ということでデンヒルにたどり着くことができるんですよね。まあちょっと距離はね遠くなりますけれども、これはいい方向に出るんじゃないかなと思っておりますよね。まあ、もし仮に昨年のフランケルががっつりガリレオからスタミナを削りだとして、じゃあスピード能力どこからもらったのかってなったら、やっぱそのハーチデンヒルからと捉えることもできるで、サクソンはね、まあ、父ディープからはもちろんスピードの日本で一番と言えるくらいの高さを引き継いで、まあ、ハーチからはスタミナで、そこにプラスアルファでスピードのデンヒルと、まあ、割合で言うならフランケル以上にスピード寄りなところはあるんじゃないかなと。まあこれはもうディープの直の子なんでね、まあ、当然ではあるんですけど、まあ、ハーチガリレオっていうスタミナの印象をちょっと薄めるというか、まあ、だからこそヨーロッパの中でもマイルというね、まあ、スピードが比較的重視されるところに向いたっていうのは大きくね要因としてあるんじゃないかなって思いますよね。ちなみにサンデーサイレンスで同じパターンってなかったのかなって私ちょっと気になりまして調べてみたんですけれども、まあ当然ながらねそのイギリスのクラシック馬っていうのはそのサクソンオリアが初でしたよね、日本の生産馬としては。まあただこのサンドロップっていう馬がセレクトセールで購入された馬なんですよね。で本馬が現役時勝ちはしなかったもののイギリスのセンギニーとかで2着とか来てたりね、まあ当時もしかしたら話題にはなったのかなとも思いますけれども、でその後ニューマーケットとかエプソムのね重賞も勝ってまして、まあただ牝馬っていうこともあってね繁殖牝馬の産駒とかが日本で走ってないかなって思ってちょっと調べてみたんですけれども、まあちょっと残念ながらねネット競馬さんでは J ビスさん上で日本で産駒一覧っていうのはねちょっといないみたいでしたね。まあ逆にハットトリックみたいにね日本かつ香港で G1 を勝ってで海外で商売入りして G1 馬を出すっていうパターンはね、まあ、もうありますけれども、やっぱ日本の生産馬でヨーロッパの G1 を勝って育成とかもヨーロッパでってなってくるとね、まあ、確かにディープの後継ではあるんだけれども、そこら辺の影響っていうのは産駒にどう出てくるんだろうかっていうのはね、まあ、本当に興味深いところだなと私は思っておりますね。皆さんはねどういったこのサクソンオリアの産駒傾向がね出てくると思われますでしょうか。実績だけで言えばね他の海外からの輸入馬でも引きを取らない馬っていうのはいましたけれども、やっぱ完全ヨーロッパ血統だとねちょっとスピード足らないかなっていう馬も多くいる中で、果たしてディープの後継そしてヨーロッパで育って走ったっていうこのバランスっていうのがねどう出るか楽しみに待ちたいなと思っております。少しでも参考になったら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録お願いします。